シトクロム C に含まれるヘム C。シトクロム C はミトコンドリアの内膜に弱く結合しているヘムタンパク質の一種である。タンパク質のシトクロム C ファミリーに属する。他のシトクロムと異なり、可用性で電子伝達系において不可欠な因子である。電子伝達系では複合体3から一電子を受け取り、複合体4に一電子を引き渡す。酸化系を フェリシトクロム C、還元系をフェロシトクロム C と呼ぶこともある。人では、シトクロム C は、細イ水電遺伝子に行動されている。シトクロム C はミトコンドリアで、電子伝達系の構成要素をなす。シトクロム C のヘム元が、BC1 複合体から電子を受け取り、シトクロムオキシュダーゼ複合体に電子を渡す。また、シトクロム C は、アポトーシスの開始にも関与する。 シトクロム C は、細胞質に放たれると、アポトーシスプロテアーゼ活性化因子に結合する。シトクロム C は、ヒドロキシル化や、方向属酸化などいくつかの反応の触媒能を持つ、他ペルオキシダーゼ活性を有し、2、ニアジノビスやニケとマイナス4、サイメサルブティリックアシッドや4ミノンティパイリン、といった電子伝達体を酸化する。シトクロム C は、アポトーシスにおいて、 シグナル仲介の役割を担っていることが知られている。細胞がアポトーシス誘導刺激を受けると、ミトコンドリアからシュトクロム C が放出される。これは、細胞内のカルシウムイオン濃度が上昇することで、ミトコンドリア PTP の解雇が促されることによる。少量放出されたシュトクロム C は、小胞体膜上にある IP3 受容体と相互作用し、 小胞体からカルシウムが放出される。このプロセスにより、濃度が上がったカルシウムは、シトクロム C の大量放出を引き起こし、性のフィードバックループを形成して小胞体からのカルシウム放出を持続させる。これにより、小胞体から放出されたカルシウムの量は、細胞毒性をきたすまで上昇する。細胞質中に放出されたシトクロム C は、今度はカスパーゼ Q と呼ばれる。 システインプロテアーゼを活性化する。カスパーゼ9はカスパーゼ3とカスパーゼ7を活性化し、最終的にアポトーシスを引き起こす。シトクロム C は、高度に保存されたタンパク質で、植物、動物、単細胞生物など、非常に多様な生物で確認されている。この保存性と、約12000ダーという分子量の小ささから、 分子系統学において有用なツールとなっている。一次構造はおよそ100アミノ酸残期からなるポリペプチド差であるが、多くの多細胞生物では104アミノ酸残期のポリペプチド差となっている。シトクロム C は、進化生物学の分野でも、研究対象となっている。例えば鶏と七面鳥におけるシトクロム C のアミノ酸配列は、全く同じであるが、 これらとアヒルとの間には一アミノ酸残基の違いがある。同様に、人とチンパンジーのシトクロム C は全く同一であるが、アカゲザルとの間には一アミノ酸残基の違いがある。人とチンパンジーでは66番目のアミノ酸残基がイソロイシンであるが、アカゲザルではこれがスレオニンになっている。豚、牛、羊のシトクロム C はすべて同一である。 1991年 RP アンブラーはシトクロム C には以下の4つのクラスがあると考えた。シトクロム C は、いわゆる低レベルレーザー治療において機能的な働きようになっているのではないかと言われている。低レベルレーザー治療とは、赤色光や近赤外線を照射して、組織を貫通させ、細胞の再生を高めるという治療法である。この波長の光は、 シトクロム C の活性を高める働きを持つとされ、これにより代謝が活性化し、組織再生のためのエネルギーを効率的に生み出すことができているのではないかと考えられている。シトクロム C は COX4 に2と相互作用することが判明している。アポトーシスに関与するシグナル伝達経路の外観シトクロム C は、図の左中央近くにある。 人における一時構造。MGDVKGKKIFIMKC。SQCHTVKGGKHKT。GPNLHGLFGRKTGQ.APGYSYTANKNKGI.IW. ジェットミレンプキジュティックマファジェキラトリルカッテン。ありがとうございます。